チラッ。はい、どうも、絶版マンです。本日はですね、こちら。新果汁降臨マスターオブエボリューションっていう、2002年にですね発売された、今から15年前に発売されたデュエルマスターズのパックになります。はい、ご覧の通りですね、これ日焼けがすごくてですね、本来これ赤なんですよ、全部真っ赤だったんですけど、ここに書いてあるね切り札勝負くんもいなくなって、キャラクターもいなくなって、横ではガイアスマッシャーがこう黄色になってね、ジェノサイドワームがこれは、はい、で、こっちはクリスタルランサーとか懐かしいな。はい、これも全部ね赤色だったのが、黄色になっちゃってます。本来はこういう表紙なんですよ、こういう表紙だったんですけど、日焼けで落ちちゃってますね。ではまず1パックだけちょっと取っとくために、裏から開けてみたいと思います。はい、行きましょう。ギガスタンド、懐かしいな、もうキマイラがまずいないもんな今な。はい、ギガスタンドです。うん、トルネードフォン、ちょっと面白いカードだったら取り上げていきますね。ガルザウルスね、このロックビーストも今ほとんどいません。ラルバギア、あ、これ強かった。ブロッカーすべてタップできるやつですね。しかも相手限定っていうね、これ何気にフィニッシャーに使えた。そしてクリスタルランサーいきなり来たか。これアンコモンの強さとは思えないぐらい強かったですね。ブロックされないし8000だし、もうなかなか破壊できないしでね、結構強かったんですよ。よいしょ、ほい。マグリス、はい、1体、あ、ワンドローのやつか。ほい、ギガスタンド、もう一回来た。カオスワーム、これ強かったね。1体破壊できるっていう、当時デーモンハンドが最強だったんでね、このカオスワームも強かったです。ダークフリード、うん、アタックするとき自分のシールドを墓地に置く。あ、もう来ちゃった。ベリーレアのマギンですね。これ絵がかっこいいんだよな、こういう昔のデュエルマスターズならではのね、この暗いところに入るこの感じね。ほい、ポーライル、これめっちゃ強かったです。相手のね、クリーチャーを1体山札の一番上、これよくね手札に戻すっていうのはあるんですけど、山札の一番上っていうのは結構厄介な効果でね、めちゃくちゃ使いました。あ、気持ち悪いの来たけど、これ強いんですよね。アタックするときに相手の手札を1枚捨てると、ほんと気持ち悪いね。これシルバーアックス、バルバロスですね。ガイアスマッシャー来た。2マナ5000ですね。よく炎の手紙からね進化なんかしたりしましたね。フッ、予言者フィンチですね。はい、1体タップできます。小さなイーシャーゲット、これよく速攻で入ってましたね。切り札勝負くんの時にも入ってました。シザーアイ、なぜか愛されるクリーチャーの一つです。予言者ウィンですね。ほい、ファルイーガ、ファルイーガレアだっけ。そうだよね。ほい、行きましょう。あ、ねじれるものボーンスライム、今でもね闇の速攻デッキには、ほぼ必ず使われてるぐらいじゃないですかね。うん、これは強いです。1コステブロッカーだしね。うん、アタックして墓地に置かれるけど全然デメリット感じさせません。レゾパコス、ラブエルフィン、いいですね。呪文のコスト1下げますと。はい、今でも使われそうですね。ステンドグラス、グレイバルーン、3マナ3000、ちょっとパワー低いっていうね。だからこれ闇のブロッカーって普通ね、このクリーチャー相手プレイヤーをじゃなくてアタックできないっていう表記なんですけど、相手プレイヤーをアタックできないってなってるんだね。このグレイバルーンと、うん、他にもほぼほぼ少ないですね。結構レアなブロッカーです。ほい、行きましょう。アクアシューター、何気にアタックできます。はい、ギシピーポー来た。各プレイヤーのマナを破壊するっていう、結構速攻デッキにいたら厄介なクリーチャーですね。そしてロジックキューブ、山札から呪文を唱える嘘加えてきます。はい、これシンプルにしてやっぱり強いですね。うん、キュラトップス、なんかデュエマの基礎がここら辺で作られたっていう感じがするな。クリティカルブレード来ましたね。はい、ブロッカー1体を、2個ステッチ、しかもトリガーがついて破壊できるって強いですよね。レインボーストーン、これも結構貴重です。クエイクゲート、シルバーフィスト、うん、お、ダイヤモンドカッター、これよく使った方多いんじゃないでしょうか。ブロッカーもアタックできますよみたいな。しかも召喚酔いのクリーチャーもね、出たターンね、普通クリーチャーアタックできないんですけども、出た時にもねアタックできるようになるっていうね。今ではこれが5コスから3コストになって、ちょっと表示しよう、ダイヤモンドソードっていう名前になってね、全く同じ、上位互換が出ております。マインドサーチ出た。相手のシールド1枚選んでみる、それをその後、それを元に戻す、これを2回まで行ってもよいっていうね、なんかデュエマらしくない書き方。うん、しかも絵もなんかちょっとギャザっぽいですよね。レインボーストーン、クエイクゲート、あ、ディープオペレーション、最近電動解除されたカードで、相手のクリーチャーと同じ枚数のカードを引きます。あ、アクアバウンサー出た。ブロッカー持ってて、1体クリーチャー手札に戻せるってやつですね。手札に戻せるやよくやっぱあるんですよね。はい、あいつがね、あいつがクリスタルランサーになりますからね。クリティカルブレード、マインドサーチ、ロジックキューブ、また来たね、いいですね。ロストソウル来た。相手の手札を全て持ち主の墓地に置く、これは強いですよ。今でもね、たまに使われたりなんかしてます。バーストショット、2000以下全滅です。トルネードホーン、ガルザウルス、よいしょ。あ、この段か、マナクライシス。今でも1回は再録されたんですけど、ほぼ再録しないせいでですね、値段がかなり高騰、だいたい400円とか500円ぐらいかな、でショップで売られてるカードですね。はい、備品だとかなり、価値が高いと思います。これはもうちょっとそのまま、はい、保存しましょう。絵がかっこいいよね、なんてやったってね。念仏エルフィン、クリーチャーの召喚コスト1減らします。クリスタルバラディンか、この段。はい、ブロッカーも作りちゃ、すべて持ち主の手札に戻します。自分も戻るんですが、まあフィニッシャーとしてよく使われたね、めちゃくちゃ綺麗なカードですね、ほんとね。す
素晴らしいです。もうこれは本当に素晴らしいとしか言いようがない。ほい、ラブエルフィン、本当いいカード多いな、このな、ギシピーポー、ほい、あーボーンスライム、本当いいカード多い。ラルバギア、はい、クリスタルランサーですね、よいしょ。アクアシューター、レゾッパコス、シルバークス、カオスワーム、うん、また来たね。あ、メタルウィングワイバー、懐かしい。アタックするとき相手がブロックする前にブロッカーを破壊するっていうね、ダブルブレイカーです。アーマード Y1 っていうのがね、昔はよく言いました。コーライル、はい、普通に強いです。ゼリーワンも強いですね。バルバロス、よいしょ。ガイアスマッシャー、あ、そう、これも結構ね、唯一無二の存在ですよね。ボルザードドラゴン、アタックするときに相手のマナを1枚破壊します。マナ破壊っていうのがね、結構今少ないんでね、はい、これはいいなというか、絵もかっこいいですよね。これは本当にベリー枠で当たって当たりだと思います。ほい、小さな勇者ゲット、バルボーグになるやつですね。ゼリーワーム、よいしょ。シザーアイ、愛されるウィン、はい。あ、キングノーチラス、リキッドピープルは全てブロックされないという、このリヴァイアさんという種族はね、なんか昔ならではって感じですよね。でかいです、非常にでかいです。ほい、マグリス、トルネードホーン、ガルザウルス、ステンドグラス、ほい、あ、グレイバルーンですね。ギガスタンド、なんかガソリンスタンドみたいな名前だな。コーライル、はい、フィンチ、キュラトプス、はい、ギガホーン出た、クリーチャーサーチしてくるやつです。これほんとよく使われましたね。うん、だって便利ですもん。クリーチャー自分で持ってこれて、かつこいつが残るっていうね、場に残るっていう感じですね。進化するデッキとかでよく使われましたね。マグリス、コーライル、ほんとコーライルいっぱい出るな。ギガスタンド、シルバーフィスト、ダイヤモンドカッターですね。ダイヤモンドカッターっていう人よくいましたよね。ガルザウルス、トルネードホーン、フィンチ、はい、あ、ディープオペレーションですね、来ましたね。アンバーピアス、アタックするとき自分の墓地からクリーチャーを1体選び、自分の手札に戻しても良いっていうね、まあ、回収できるクリーチャーなんですけど、こちらのテキスト注目していただきましょう。じっくりとするだけですぐに楽になりますよっていうのがあって、実はこのアンバーピアスのセリフじゃなくて、闇道家マルバスさんっていう人がこれを語ってるんですね。ちょっと今勝手にシリが発動しましたね。この闇道家マルバスさんっていうのはですね、今年に入って、新しく出た、アルカディアスデッキ、アルカディアスレクイエムってやつをね、初めて収録されました。15年越しの収録ってことでね、かなり、デュエマファンにとっては、このアンバーピアスを知ってる人にとってはね、熱かったんじゃないかなと思います。よいしょ、シザーアイ。はい。ゼリーワーム、気持ち悪いですね、ほんとね。小さな勇者ゲット、はい、ロストソウル強いですね。ロストソウルバーストショット、はい、残り5パックですね。はい、シルバーアックス、レゾパコス、はい、アクアシューター、マナクライシス、もう1枚来た、普通にレアですね。そしてスパイラルグラス、あ、そうか、マナクライシスってあれコモンなんですよね。はい、ねじれるものボーンスライム、ギシピーポー、はい、これはちょっと欲しい。ラブエルフィン、多いですね。ラルバギア、はい、あ、クリスタルランサー、普通にこれ当時やってた人だったらめちゃくちゃいいパックですね。ロジックキューブ、いいですね。マインドサーチ、クリティカルブレード、はい、カオスワーム、お、シェルフォートレス、相手のマナから2枚破壊します。これ早期ターンに出ちゃうともう終わりですね。2ターン目3ターン目の前にね、これが運ゲーで出されたりするとですね、うん、もう相手はひたすらもう黙ってるしかないですからね。2枚は2ターン先にね、進むってことですからね。相手を2ターン前に戻すって攻撃が強いですよ。使えない。シルバーアックス、預言者フィンチ、はい、バルバロス、ほい、ガイアスマッシャーと、あ、ゼロマンティス来た。懐かしい。5000以下のクリーチャーにブロックされない。なんか自然はよく言いましたよね。パワーは何以下のクリーチャーにブロックされないっていうのがよくありましたね。はい、では行きましょう。よいしょ、クエイクゲート、はい、レインボーストーン、渋いカードですね。クリティカルブレード、ほい、預言者ウィンで、最後はほい、あ、ポイズンワーム、3000以下のクリーチャーを、墓地に送る、ん、ああ、自分のか、自分の3000以下のクリーチャーを墓地に送るか、はいはいはい。なんかまあでもコンボとして使えそうですし、絵がやっぱりめちゃくちゃかっこいいですよね。この当時の油絵っていうのかな、なんとなくちょっとマジック・ザ・ギャザリング風なね、うん、昔からのこの昔のデュエマ独特のちょっと闇が入っている感じのね、イラストを楽しめるようなカードだと思います。はい、ということで今回はデュエルマスターズ第2弾マスターオブエボリューションの開封動画だったんですが、いかがだったでしょうか。皆さんが知ってるクリーチャー、多分昔からやってる人だったらね、ここら辺にも 1,2 枚ぐらいあるのかなと、言った気がします。懐かしい、なんかすごい時代をね遡った気がしてね、ほっこりする、動画になりました。はい、またこういう絶版パックはね、ひたすら集めていきたいと、そして開封動画として上げさせていきたいと思いますので、ぜひ面白かったら、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。ということで、シャマでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。